国の重要無形民俗文化財に指定される小豆島農村歌舞伎は、江戸時代から島民によって演じ継がれてきました。かつては多くの地区で行われていましたが、現在は香川県土庄町の一山地区と小豆島町の中山地区の2カ所だけとなっています。指定の理由として文化庁は、伝承内容には上方歌舞伎の演技や演出の影響がうかがえるなど、地域的特色が顕著で、西日本における農村歌舞伎の展開や変遷の過程を示していて重要としています。これからはこれを励みに、なお一層精進して多くの皆さんに楽しんでもらえる歌舞伎を作っていきたいなというふうに考えております。小豆島農村歌舞伎をめぐっては、2つの地区の歌舞伎の舞台がすでに国の重要有形民俗文化財に指定されていて、有形無形の両方で指定されるのは全国でも初めてということです。今回の指定により、香川県内の国指定文化財の件数は182件となります。